エルリック兄弟こそ。あーうわ、アニメ画廊伝説のアンディーボガードとテリーボガードの熱い兄弟愛男女。ケドロ軍曹日向け夜のデオ。あーいいね。誘白のユウスケとユウスケお母さん。あーいいねいいね。ナルトの手まり勘九郎ガーラ。あーいいね。エドとホーエンハイム。あーそっち。いいし、6人合わせてもさせてもらいます。おい、これはというわけで、まあ好きなアニメ、うん、漫画、映画とかであるんです。親子関係とか兄弟関係なんですけど、はい、なんかさ、ない高坂ってさ、兄弟とかいんのつって、あー誰誰いますよつって、あ、いそうはいはいはいみたいな、はいはいはい、ありますね、姉ちゃんいそうみたいなのよくあるじゃないですか、うんうん、ありますね。で、大体これってさ、全然合ってるか合ってないかだけど、どっちにしても盛り上がるじゃん。あ、まあそうです、まあ、なんで、うん、実際のは関係ないです、うん、実際の関係なく、一人一人に対して他の5人でその人はどういう兄弟顔なのかっていうのをフリップに書いて出して、2票以上集まったらもうそれになります。なるほど、兄弟顔。兄弟顔、家族じゃない、父母とかじゃなくて、じゃない、兄弟、兄弟ね、兄弟。嬢さんに何、どういう兄弟がいそうかみんなで発表しましょうって発表して、うん、もうバラバラじゃなくて、例えば姉ちゃん4人みたいなのが2人いたとするじゃん、うんうん、そしたらもう嬢さんは真実に関わらず今日から姉ちゃんが4人なるほどね、そういうことか、なるほどね、1人とは限らないんだ。確かに、わ、じゃあ今日設定が盛られるかもしれないの。盛られる、そうだね、今日からね。で、ネオンは、はい、頭で想像したら文字出るようにして、オッケー、誰がテーマになるかを順番決めてこう。じゃあ、ジョーさんから決める。はい、はい、じゃあ、まずはジョーさんの決めていきます。はい、お願いします。俺はあれなんだよな、その知ってるのが邪魔する。そうね、ここは結構お互いに知ってる部分はある。ダメだ、でもこうだ、こうだわ。むしろ当たんじゃないかな、これ。いや、俺もそう思う。細かいの書いてもいいよ、当たっても何個上とか。まあでも実際当てる競技じゃないからね、これ。うん、イメージだから、うん、俺書き終わった。あ、早い。はい、はい、最初の持ち方が絵描きの持ち方ね。大したこと書いてないのに。じゃあ、のじょうから。うわ細か。妹一人、弟一人顔。おお、俺兄貴だ。そうね、妹の方が上ね。うん、あ、弟だね。真ん中が妹、はいはいはい、下に弟顔。ああ、なるほど。だからここ二人年子。なるほどね、年子ね。はいはいはい、だから俺は弟とはちょっと離れてるんですね。弟とはなんか3つ離れてる。3つ離れてる。ネオ、ネオは、うん、狼は群れで行動する15人チームの12番目。おー、おー、おー、めちゃめちゃいるんや。狼男だから族で行動してると思ったね。でもちゃんと下もいると思う。あー、なるほど ね、 ね、一番下ではないんだ。一番下ではない、末っ子ではないと思うな。はい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 、あー、なるほど、なるほどな。12番っていう数字がいいな。ヤヒロ、はい、私は、まあ、一人狼、一人っ子だけど、なんか年の離れたいとこのなんかちっちゃい女の子みたいなのが、うわー、いてくれー、なるほど、いてくれー、いてくれ気持ち悪い。そう、いとことか、なんかめいっ子みたいな、できないね、かれ、その子がピンチになったらこう助けに行くみたいな。そう、助けちゃい、バルジエとかも仕込む。あーあー、そうだね。はい、じゃあ、はい、ピーさん、はい、3つ上の姉1人おお、です。あの、見てくださいよ、はい、そのヤヒロさんがさ、オオカミの可愛い絵を描いててさ、うん、いらねえよこれ、おしゃれな、おしゃれなカフェの絵みたい。おしゃれだよね、おしゃれなカフェの絵だ。甘やかすな。プロが言ってた。甘やかすじゃない。それなりのマグカップとかに入ってたらなんかそれなりに見える。この絵の可否を問うてるんじゃないんだよ。いらないいらないんだ。そうか、根本的な概念の話。この回答に対していらないんだよ。グッズにする。カンバッチ、カンバッチ、かわいい、かわいい、マグカップ作ろうぜ。いいや、あっちお姉さん似てるし。じゃあこれをグッズ出しましょう。グッズ出しましょう、ありがとうございます。僕ちょっと富士山と似てます、はい、大阪姉2人、5個上、3個上です。あ、3個上まで一緒やん。3個上一緒。あ、ほんとだ。でこれはね、あのリアル知識に結局引っ張られちゃったんだけど、はい、実際いくつ上だっけ。4つかな、4つだっけ、うん、4つですね。え、
お姉ちゃん、うん、お姉ちゃん、うわー、あー、そうなんや。そう、でもどうにか引っ張られずに出したのが2人。お姉さんとかいそうな感じ、うん、あで男兄弟ではなさそう。あ、ね、そう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 、あのね、そうだよね、どう考えたって下がいる性格じゃない。あ、そう、最初書いたんだけど消した。全体下いない。あ、そうなんだ。そうなんだ。ロクな兄貴じゃない。ロクな兄貴じゃない。妹いそうじゃない。でもいや、穏やかそう。ちゃんちょうは相方が俺だからちょっと得してるだけなんだよ。あ、よかったね、高坂くんで。俺のせいでよく見えてるだけなんだよ。じゃあもうちょっと出していきなよ、そういうとこ。知らないとこ見たい。末子ちゃんだったんだ。そうなの。ってことで、じゃあ被りがあるのが、だから安城には3つ上の姉がいます。はい、そうだね。今日から、今日からね。はい、今日から、わかりました。確かに確かに。はい、じゃあ次、はい、野城。はい、全然わかんない。わかるわかる。結構パーソナルな菊之丞の方でいかないと。パーソナル、何が好きなの。何が好き、うん、難しい質問やな。何でも好きよ。なんだろう、新しい好きを見つけんのが好きよ。わかったな、完全にわかりました。リアルをあれ引っ張られるのはあるな。そうだね、うん、なんか自分のことについてみんなが真剣に考えてくれてるだけで嬉しいな。じゃあ城さんから順番に行きます。はい、1兄、2兄、3兄、菊之丞。めっちゃ上手い。4兄弟、8個上の兄がいて、その次5個上の兄貴で、4個上の兄貴。多分近いとこじゃないんですよね。絶対エロ知識困らないじゃん。エロ知識困らない。しかも兄ちゃんに全部一家そのとんでもねえエロの根拠が来ます。それか上の反動で全然エロくないから。悟っちゃってね、しょうもないなっつって、うん、どっちかやね。どっちかだね。ただ俺のイメージした感じだと、3人のこの兄弟にめちゃくちゃ可愛がられてるだろうなという。はい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 。で、すくすく育ちましたよっていうイメージがありますね。レオンはお兄ちゃん一人、兄の影響で自分のものに固執する性格に占いが性格になってしまった。お兄ちゃんがのお下がりだとか、うん、お兄ちゃんの影響を受けてしまったから、だから自分のものがすごい欲しくて新しいものを探しに行くぞみたいな性格になったんだ。なるほどね。はい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 。これ当たってます。当たってます。当たってます。え、全然違うかも。じゃあ、ヒロ、私は年の離れた大家族で、はいはい、8歳の弟、6歳の弟、3歳の妹、8ヶ月の生まれた弟がいる。めちゃめちゃおるな。下がめちゃめちゃおる。逆だ。そう、みんなすっごい年離れてて、うん、あ、もうほらちゃんと並びやーみたいな感じで、たこ焼きとか作ってあげてる。はい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 、あ、たこ焼き作りそうやな、うん、そう、言葉だけで引っ張られてない、うん、うんです。あの、西は全員たこ焼き持ってると思ってる。思ってると思ってる。これちょっと僕似てます。はい、お、こうだな。4つ下妹と5個下弟。あー、いや、分かる分かる分かる。うん、なんかこういうね、そう、子供たち。だからなぜか菊之丞今の年齢じゃなくて、うん、なんか幼少期に置いたから、だから、あ、これ、ね、これ超合ってる。でもこの時の菊之丞さんは高校生ぐらい、だから10個ぐらい離れてんねや。そう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 。俺は中、ね、中坊で小学生のみたいな、うんうんうん、顔だ。あ、こっちはもうやっぱ兄なんだね。やっぱそうだね。面白いね、うん、全然違うね。全然印象違うね。で、富士山がちょっと入っちゃうんだよね。まあ、ちょっと入ったけど、でも顔で選んだ、ちゃんと。完璧でしょ。5個下の弟、2個下の妹。いや、だからさ、あの、なんかブレんのよ。その、また、なんか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 、書くなって注意されてるのに、書くの。フライングタイガーの作家みたいな。フライングタイガーの作家ぽいね。物は言いようやな。あんま売れなそう。いや、でも完璧に一緒。なんかお母さんのエプロンとかをつけて夕飯準備してあげてみたいな、食べときやみたいな。だからもう平均を取ると、確かに弟と妹がいる顔です。はい、いる。じゃ次、ネオ。はい、ネオ余裕。余裕、うん、意外と一番むずいかも。イエイイエイイエイ。見て、ネオの顔。あー、わかったわかったわかった、顔見たらわかった。わかった。よーく見たらわかったよ。いいね。じゃあ、城さんがいく。はい、私はですね、10個上の姉です。おー、 お、 ー、 お、 ー、 お姉ちゃん。お姉ちゃん、だからお姉ちゃん、ね、あイメージで言うと、ちょっともう別世代。はい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 。もうだから女子の身だしなみ全部姉から教わってる。姉から教わってる。あ、なるほどね。姉への憧れ。そう、年も離れてるから、もうクラスでデパコスに手出すの一番早い。一番早い。姉から来てるから。クラスの最先端は全部ネオンちゃんから。うわー、でもそうやるね。姉の知識をね、
これ俺ジョーさんとちょっと真逆の発想なんですけど、え、うそうなん、1個上の兄、うん、4個下の弟、うん、6個下の妹、うん、10個下の双子の男の子、うん、14個下の弟と15個下の妹です。めっちゃいいです。めっちゃいいな。それをさ、さっきさ、分かったって言って書いたの。そう、確かに確かに、イメージが。どう考えてもめちゃくちゃ下にいる。8人兄弟の上から2番目や。そう、あ、ネオンが、そう、そうなんだ。でも兄ちゃんはいる。兄ちゃんはいる。一番上ではない。わかる。なんか上がいそうだよね。ここでネオンと兄ちゃんで、うん、もう回してる。あ、なるほど、ね、あ、ちょっとそれ、そんなにいっぱいいてほしいな。確かにね。ちょっとこの流れで置いていい？いいよ。二個下の双子の弟。あの実験失敗した初音ミク。ネオンちゃん。さあ褒めワード出るか。褒めワード出るか。褒めて。グロいことが起こるカートゥーンに出てくるキャラ。あ、全然褒め。グロいことが起こるカートゥーン。あおいちゃん、ネオン初めましてだよ。傷つけちゃったかな。怖い。これは確かに初めましてだもんね。しかもさっき、うん、これ書く前富士さんが近づいてきて、ちっちゃい声で、ねえ本当に絵描いたら怒る。そんなわけない。そんなわけない。そんなわけないけど、そんなわけないけど、これなら怒ればよかった。許されたから書いちゃった。許すんじゃなかった。でも可愛い。書いてもらったら嬉しいから後でちょうだい。あ、そうだよ。結局なんてちょっと情報入ってこない。2個下の双子の弟。2個下の弟。いや、わかるわかる。なんかいいよね、双子の弟いる。なるほどね、まあ、確かにね、双子感あるんだよね、なんだろう。あー、なるほどね。クローンかな、なんだろうね。いや、私、なんか試作品の姉の0号機みたいなのがいて、うん、こっちはなんかダウナー系でだらしないよ。あー、ではもう夜の性をもっと担保したわけね。そうで、そう、妹だけどしっかり者なの。お姉ちゃんの方がもうめんどくさいみたいな感じ。あー、めっちゃいい。どうしよ。何？三個上兄が一人顔。いやー、兄やっぱ兄いそうだよね。兄はいそう。やっぱ上だよね、うん、じゃあでもやっぱ上も下もいる、うん、感じ、うん、上ゼロじゃないと思う、うん、結構バラバラだね。そうだね。じゃあ姉、兄、ネオン、双子の男が、うん、いるんです。嬉しい。できた、はい、家族欲しかったんだ。博士2年。今日から事実でしょ、だってそうです。そう、今日から事実よ。キャラデザしなきゃ。帰ったらぜひお願い。はい、じゃあ次、佐伯。わーい。あー、佐伯はまず佐伯が称号だから。これはでもな、わ、うん、かりやすいな。最近分かりやすいよね。これ分かりやすい。分かりやすいんだ。なんだろうな。わあ、なんか人からの偏見おもろ。自信あり。俺は自信あります。あーって言うと思う。じゃあちょっと自信ありなんで出していいですか。はい。6個上の姉と2個下の弟です。弟いる。あ、兄ちゃんは絶対にいない。うん、あ、そう。で、姉とはあの学校圏で一緒になってないの。あ、6個だから。で、弟とはもう学校圏一緒。あ、いいやつ、それ。あ、いいやつだ、それ。まあ、八尋の方が世話焼いてて、弟はちょっと、あ、鬱陶しがられてた。鬱陶しがられてた。弟ね。で、姉ちゃんは美大。美大。お前より先に手に職とかつける。あ、なるほどね。はい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 、うわ、美大行ってくれ。お前より先に両親と喧嘩して、どうするんだ、美術大学なんて。そんな、お金も大変だぞって言ったら、自分で出すから大丈夫。うわ、そういうやつもやるやつだ。すごい姉ちゃん。で、ヤヒロが美大行くときに、うん、ヤヒロはでも自分では言わないの。言わないんだ。迷惑かけたくないから、はいはいはい、同じことをしようとするんだけど、うん、でしたらたまたまその時帰省してて、はい、うちに下宿すればって言ってくれる。うわー、姉ちゃん、何それ。何それ。都会に行っちゃうんだ。それがよかった。それどこで読める。っていう、これです。めっちゃ良い。はいはいはい、すげえいい、それエモ。言っていい？はいよ。五歳弟、三歳弟が、やっぱ弟いるよね。弟はいる。ゆくゆく中学とか高校では過分ないぐらいの下がいる感じ。ちょっと嬉しい、なんか。俺逆なんですよね、二人。中二の兄、サッカー部です。いやー、じゃあさ、サッカー部の妹はこうはならんて。妹が友達と一緒にこう部屋で集まってるところをこう階段上がってきて、うん、ウエスみたいな感じでこう取るだけの兄。ちょっと疎遠なんだ。中学校入っちゃってちょっと気難しくなっちゃったんだけど、でも兄側がね、でも妹大好き、本当は。うわー、いいじゃん、いいじゃん。
サッカーボールとか持ってました。でサッカーボールをこうやってるサッカー部の人って、うん、もうキャップつばにしかいません。そうなの？いないです。今いないの？いないの？みんなクラブが管理します。あ、そうなんだ。いやほら夜な夜な練習してるんだよ。夜な夜な練習。個人練習するぐらい。ちょっといい兄ちゃんだな。そう、いい兄ちゃん。なるほどな。ごめんネオン。どう考えてもちょっとごめんだけど。ごめん。ヤヒは、うん、完全なる一人っ子。古物趣味の祖父がいて、その影響を体験して受けまくっています。このネオンの祖父の発想は俺の姉と発想一緒。なるほど。だからその知識が豊富で、はいはいはい、いろんな趣味でいろんなものを集めてるおじいちゃんの家でよく遊びに行って、このヤヒロが成り立ちました。はい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 、なるほど。だからおじいちゃんにとっても可愛がられてるし、あの不意に出る知識とかもおじいちゃんの受け売りをえへんってやってるんだ。だから何かに衝撃を受けてこの道ではなく、もうナチュラルボーンで、俺たちが積み木を取るようにこいつは筆とかを取って、はい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 、ってたみたいな感じ。発想ね。なるほどな、なるほどな。うわー、それだ。だからお兄ちゃんもお姉ちゃんもいない、弟も妹もいない。考えたけどの全部夢。夢です。夢か、夢だ。これからも全部夢です。なるほどね。あ、じゃあ富士さん、ちょっと順番間違えたかも。2個下の弟一人。やっぱ弟だ。ちょっとマシになってる。かわいいよ。ちょっと上手くなってきた。かわいい。時間かけてチューニングが。めっちゃ美形でメガネかけてて、でこう無口な、よくアニメとかに出てくるしっかり者の弟。はい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 。なんかもう映画とかで一回あの誘拐されるような。あ、結構なんか発光な美少年系。あ、そう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 。映画で一回誘拐される。そうだね。そうかも。なんかそういう救出された時に泣いちゃう。あ、そうそうそう、それ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 。でも結構弟だ、ね、で弟本当だ。平均すると弟ですね。弟がいます。弟よろしくお願いします。いない弟がいします。じゃあ富士さん、富士さんも余裕。え、マジ？あ、わかんなかった。あ、富士さん余裕だね、確かに。え、ほんと？余裕だ。え、どういうイメージなんだろう。これで会ってほしいもん、もう。いや、そう、ほんとそう。願望がめっちゃある、これ。富士さん描こうとしたんだけど、現役の時の小久保選手みたいになっちゃった。ねえ、もうやっぱり人のこと言ってたね。あ、すごい、淡白。じゃあ、高速です。はい。第2パターンあります。まず、富士さん長女パターンね。うん。弟5人、妹6人です。うわ、めちゃめちゃいる。めっちゃいるね。12人兄弟よ。しっかりしてる。しっかりしてる。長女、長女、うん、でも、でご両親はもう朝から、うん、あの共働きに出てらっしゃるので、うんうん、もうあなたが朝ごはん作って、はいはいはい、うわー、イメージつく。でも、送りもあなたです。おか、厳しい家パターン。ご公園の兄です。まあ、どっちもわかんな。こっちは厳しい家。まだ歌なんてやってるのか。ああ、言われんだ。兄ちゃんからも。私その世界観近いです。お、マジ？お、そう、私は学校でこっそりめっちゃモテてる2つ上のお兄ちゃん。そうそうそう。そういう発想。そう、なんかお家は割とそうしっかりしてて、お兄ちゃんもすごい勉強とかちゃんとしてて、チャラい感じじゃないけど、こっそりむちゃくちゃファンがいる。実はモテてる系のお兄ちゃん。わかる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 。そう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 。すげーわかる。あ、でも発想は近いかも。おい、みんな一緒。クソできた弟が。ああ、そう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 。うん、あ、そうなんだ。なんか下はしっかりしてるイメージある。しっかりしてる。しっかりしてるのがいる。ちょっと兄つながりですけど、はい、あの発育のいい兄が2人いる。もうちょっと大喜利になってる。やっぱり勝ちたいだけじゃん。柔道部とレスリング部みたいな服着てる。あ、そうですね。だから部活では大活躍。あ、大活躍。すごい。すごい。強いんだ。一目置かれてます。あの兄の妹さん。彼氏が挨拶来た時一番ビビる。一番ビビる。え、めっちゃいいよ。何もしなくていいんだもんね、多分。お兄ちゃんたちが全部やってくれる。全部やってくれる。確かに確かに。全部やってくれる。ああ。みんなやっぱ発想似てるね。似てるね。しっかりしてるという。しっかりしてる。確かに確かに。これね、正解かも。お三姉妹の長女、あ、超天然ボケの長女を支えるために、ね、次女、元気いっぱいスポーツ系末っ子の女の子、ちょっと落ち着いた不思議系。やっぱみんな発想としては富士山を支える。そう、これ深夜アニメです。めっちゃそれ深夜アニメだね。これ深夜アニメ、確かに富士山ちの三姉妹。富士山ちの三姉妹ありそう、ありそう。あ、もういい。
全員一文字だよな。あかねがいいんじゃない。あかね。わー、いるいるいる。じゃあ緑じゃない。緑、ヘキ、ヘキの方の緑。あー、ヘキの方。あー、いいね。ママとそっくりなんだけど、ママは結構早く亡くなってる。そうなくなって、写真家のお姉ちゃんだからって自分が支えをしっかりしようとするんだけど、あのちょっと抜けてたり絵が下手だったりなんかあらあらみたいなお姉ちゃん。作中パパは手紙でしか登場せえへん。いや、パパはパパはあの海外赴任してるとかで忙しくて、ね、家にはいない。亡くなったお母さんのお姉ちゃんのちょっと割となんかヤンキーっぽい感じの、うん、なんかまだチャラい感じの人がたまに家に来てくれて、うん、いろんなそのお母さん代わりを教えてもらいたい。15話であのお盆にママが帰ってくる、来て3姉妹の様子を見る回やろ。泣けるなぁ。帰ってくるんだ。むっちゃいい。こういうイメージなんだ。面白いね。あと葵ちゃん、そうあってほしい。意外と丁寧。ってことは、総評して。総評すると、長女が兄がでも多いか。ガタイのいい兄です。総評すると、ガタイが良くてしっかりしてる、モテる、うん、男の兄弟がいる。お兄ちゃん、モテる、モテる。モテる、はい。じゃあラスト、これラストは大阪か。大阪くん、難しいね。ちょっとリアルから離れんとな。そう、いろんな面あるからさ。いや、足したような面が。そう、俺自分結構客観視するとこれだろってなるけど、リアル関係なく。いや、めっちゃむずい。でもそことどんだけ差異があるかも。だよね。うん、すごい、ダントツシンキングタイム長。できた。入れました。できた、できた。よいしゃー、入った入った。じゃあ、追い返こうかな。まだ全科教ってないか、落ち着いて。え、あ、そっか。一人っ子出ちゃった。協調性ないみたいな。協調性ない。なんかこれ、同人誌がいっぱい出来上がってて楽しい。全部見たい。はい、じゃあ、富士さんから行く。はい。はい。今日2個パターン書いちゃった。はい、どうぞ。一人っ子。へぇ、妹弟欲しかったんだよなって言いそう、高坂くん。なんかその海賊みたいな。そう、まずね、ちょっと、ごめん、絵が…ほら、一緒一緒。絵が気になって、ちょっと、なんで横向きなんだろう。これは2ブロックではないです。あの、後ろハゲです。これは天使の前髪みたいな。これ後ろハゲです。キャップね、これ。キャップはバンダナだし。バンダナやな、それ。一緒だよ。妹欲しがってる人一個。そう、妹欲しかったんだよなって毎秒言ってそう。あ、だけど一人っ子か姉貴一人いますって感じ。3個目のね。そう、姉3個目、なんかボソって姉が一人いますみたいな、ボソっていう感じ。姉貴ね、一緒。いや、そう、私は全て高坂さんに勝てる姉がいる。やっばー。そうそう、でしょ。でも分かる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 。そうで、姉貴にはかなわねえんだよなみたいな感じ。ヤヒヤンキーの姉。あ、すごい。姉のイメージなんだ。ヤンキーの姉。そして年の離れた妹、弟ではない、絶対に。はい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 、妹がいて、面倒見の良さはそこから培われている。はい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 。でも、すべて勝ってる姉。そう、強い姉がいる。でもそのたまに帰ってくるとショッピングバッグ両手いっぱいぶら下げてる。やばい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 。このいっぱいぶら下げてるやつの 2,3 個はお土産。俺やもんね。なるほど。え、姉じゃないもん。姉だ。もう絶対そう。今ここオール姉。姉。同じ。しかも設定もめっちゃ分かる。設定も似てる。うん、ジョーさん。はい。最近できました。はい。1歳の弟がいます。俺だ。もうそっくりな弟が。めっちゃ離れてんだ。そっくりな、可愛がり。そっくりな弟。ありそう。こう寝かしつけるじゃないですか。ずっと目開けてる。やだなミニ高坂を高坂が抱っこしてる。うわー、あのね、出来合いしてそうだね。どんな一ちゃん好きなやつだ。僕はあのもう実際リアルが2個下妹で、うん、もうめちゃくちゃシスコンなので俺は、ね、あ、なんか妹いるイメージあるわ、うん、妹に彼氏ができたのは家族ぐるみで俺に隠してたから。でも、うん、もうマジで姉貴が欲しかったの。あ、そうなんだ。姉ちゃんが本当に欲しくて、うんうん、そうだけどね、あの、うん、全部欲しい姉。あ、欲しかったって言ってるけど、できたらいらねえよ。そう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 、イメージは固まってんね、みんな。大体そうだ、ね、だけど俺には俺よりヤバい姉がいます。よかったじゃん、念願の。そう、ね、改めて聞くとだいぶヤバそうな姉やな。ヤバ姉、ね、おもろ。というわけで、はい、これからイマジナリー兄弟と仲良くしていきます。バイセンキ、それぞれのイマジナリー姉が。
面白かったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。